っぽくない電車が。ああ、いや、そんなあんまり刺さらへんし。ああ、中口コミやんだけどな。ほんでそれき、その口コミでまあこうていけるか。あの京都駅に淀屋ビッグカメラとかあるの知らん？ああ、あそこにオーディオ、あそこでかいな、あれやろ、オーディオ専門のそのスペースがあんねん。ああ、スピーカーばっかり置いてるところかな、アンプばっかり。ああ、でそこで聞かしてもうて、店員に言って、ちょっとこのアンプちょっと どんな感じでちょっと聞きたいんですけど。ああ、ほんでそれでコンテンツか。ああ、あそこでコンテンツ。いや、違う、あそこでコンテンツ。あの市長、市長だけさせてもらって。スピーカーちゃうし、まあなんとも言えへんけどな。スピーカーも俺言う、持ってるスピーカー言うて、それに近いようなスピーカー、うん、キリやらへんからな、ある程度のところでやめとかな。いや、もう前で過ぎちゃう。ほんまにそうやで、キリやらへんもん、あのオーディオなんて。はじめアンプで俺20万ちょっとの買おうかな思って。まあ、これ20万はよう出さんな。コンポの値段やで、俺には。やめた。一つ下のモデルはそっちにしといたわ。ああ、音の傾向は似たような傾向やしな。ああ、けどものすごいええらしいね、それ。そうなの。ああ、ものすごいええねって。その下のやつこうだ。ああ、真ん中のモデルやな、一番簡素なモデルはあんねんけどな、スタンダードモデル。それじゃなしに、あの洞窟じゃね、 USB の、そのドックがものすごく優秀やねん。そのドックってなんだ。これや。あ、ここや。USB みたいなもん。うん、それアンプにその口あるしな。イコライザーみたいなもん。イコライザーに。イコライザーならへんけどな。なんか分からへん機械がよくやったで、うちも。何に使うんかな。そういうやつは1000円ぐらいの値段ついたわ。イコライザーはな。なんかよっぽど値段あれ高いんやろな。高い。俺には何の価値があるのか全く分からない。分からないよな。ああ分からないよ。全く分からん。全部ようあれ引き取ってくれたなと思うわ。そやけど俺が持っていくたびマニアの人がチラチラ見とったわ。そりゃ好きなもん見るわ。あ、まだ持ってきてる、なんか何を言ってたのかな。ほんでもうなんかそれを買うような目で見てはったわ。それマニアのやつ好きやん。何の価値があるのか俺全く分からへんかったけど。そこまでこだわったらあれやからな。キリやらへんのこだわったら。あの YouTube で見たことないけど、オーディオのマニアの。あ、すごいのあるやろな。あんね。うん、あると思うわ。お、あのフルセットでな、1000万以上とか。おんねん、あのマニアのやついるやろな。うん、もうひどいやつ家改造しとんねん。俺聞いたのは鉄道模型で1000万とかかける人いるんやって。おるやろな。うん、あのジオラマやろ。ジオラマすると思うわあれ。うん、1000万やで。いや、キリあらへんねん、趣味の世界。ああ、何でもそうやけど。うん、あのある程度のとこ止めとかな。な、そうや。ジオラマって俺よう分からへんけど、山とか作るわけやろ。あの小さいな、あのあと線路とか、あ、トンネルとか、駄菓子屋とかな。うん、ほんでちっこい、あのミニチュアやな、ジオラマに。うん、あんな暇も自分で作るよね、ほんとやから。ああ、売ってるやつこうだ高いもんな。ああ、そら売ってるやつはものすごく精度ええけど、頼んで1000万ぐらいかかってんねん。うん、そらするやろな、ジオラマで、おっきょきガーッしとんねんの。ああ、いや、いっぱいな、そらするわ。それプロで作る人いいんじゃろうな。1000万するんじゃから。
それせなネットずっと、あの山とか家とかあと駄菓子屋とかあそうだ、うん、また最後はむちゃくちゃうまいのさ、本物みたいな、だ小さな町を作るの、うん、それが楽しいんやろな、こう作っていくんが、うん、それなんで男ってそういうので金かけんだろうな、うん、分からん、いや、せいか金かけんとこ思ったら自分で作るのが一番安い、あせいか俺スピーカー作ったやん自分で自分で一番最初、うん、一番最初作ったんは今都合でいけるな、それは試作品のつもりで作ったけどもう作らへんやったから、うん、手間かかるし、で今都合でるあの映画見るように、うん、あの壁の上の方に天井の上の方にな備えつけて、それは自分の楽しみだけにつく、うん、つけてるだろ、そうや自分で自分の満足とかそんなんじゃないし、映画見るようにな、うん、でもう一個作ったんが、あもう一個作ったのテレビ台兼用のテレビボード兼用のスピーカー、うん、テレビボードに内蔵してスピーカ